では今回はこちら、でん、カプキャラポケットモンスター2、カプキャラシリーズの第2弾、寝ているピカチュウや、ミミックがラインナップということで、ミミック、ピカチュウ、あちゃんもカビという全4種類、ダブリなしで全部引き当てました。ではこれを実際組み立ててみたいと思います。はい、では、カプキャラポケットモンスター2、まずはピカチュウからいきたいと思います。いただきます。では組み立てていきます。まず、赤ちゃん、こうかな、こうして顔をつけると、まず寝ているピカチュウは、で、胴体と頭をつけると、まず寝ているピカチュウの完成。ではですね、ピカチュウを開けまして、次はミミキュアちゃんもカビゴなので、この順番のラインナップ順にいきたいと思います。では次はミミキュア、あ、これはもう感じたからあれですね、トリセツみたいなのないのかな。これで簡単ですが、ミミッケの完成と、後ろもね、ちゃんとしっかりと、はい、ミミッケが終わりまして、じゃあ次はアチャも行きたいと思います。
こうと思います。じゃあ、次ですね。胴体と顔を合わせると。まあ、あと簡単に。はい、これでガチャモノ完成です。では最後にこちらカビを開けていきたいと思います。開けると出てくるのは胴体、胴体を開けると、お、これが一番なんかパーツが多いかな、ピカチュウ並みにあるかな。両足、両腕、頭、マニュアルは一緒ですね。ではこちらを作っていきます。あ、多分一番スケール的にはリアルなのかな。結構いい感じですね。